あ、メロッチメロだよー。はーい、ということで本日はマジマチメロがマネージャーのアダッチにお金貸してくれんって言ったらどんな反応するのかー、イエーイ。ということで本日私今からね、仕事でアダッチと落ち合うんですが、ちょっとね、その前かその後かちょっとタイミングを見てマネージャーのアダッチにドッキリを仕掛けたいなと思います。いや、ドッキリ自体久々なんでちょっとうまくいくかどうか不安なんですが、やっていこうかなと思います。ただメロチとしてはやっぱね、メロチ自身がお金をね人に貸しちゃいかんっていう思考なんで、できれば断ってほしい。はい、ということでもうちょっとで着くのでね、アダッチと合流できたらカメラを回します。あ、助手席開けときましたよ。お疲れ様です。今日荷物少なくないですか？いや、ちょっとロッカーに預けてきて。あ、そうなの。声聞きたよ、どうした。今日はめっちゃいじられた。今日はいじってやろうと思って、ちょっとカメラがあるから映したろうと思ったのに。今日はもういじらせない。ことによっていじられるっていうのもあるなと思う。なるほどね。いや、もうちょっとさすがにね、うん、しあ、まあいいっすよ、そっちの方が。そう、でもちょっとね、切りすぎたかなとも思って。え、全然いいと思いますよ。もうちょっと欲しいか。いいじゃないですか。ありがとうございます。はい、今日ですけど、うん、イズムの会社の社長だったかな、一番最初に打ち合わせした時に、うん、会議室で あった人、はいはい、の方がいらっしゃる。わざわざ。そうですね、わざわざ。メロチのこと大好きやから。ちなみにメロチから2つほど相談というか、はい、相談があるんですけど、はい、まず1個目ね、はい、うちの会社の社員さんで、はい、名古屋で仕事してる人っていないですか？あ、いないですね。いないですか？何ですか？で、ちょっとなんかこう撮影したい時に、あ、やっぱなんか申し訳ないなって思ってしまうの。いいよって言ってくれとるんやけど、なんかわざわざちょっと1時間とか撮るためだけに呼ぶのが、ね、メルチも行ったりするからさ、めんどくさいのわかるし、で申し訳ないなって思ってしまうから、名古屋にもし仮に住んでて、はい、そこで在宅ワークしてる社員さんおんのやったら、そういう時だけでも借り出せへんかなって思って。名古屋でも多分いないですね。もしかしたら、も僕もあんま把握しないから。関西ぐらいやったらいるかな、誰か。でも多分いないから。あ、おらんのか。結構今在宅ワークの時代やからおるかなって思って。逆に僕は結構、うん、それこそ京都実家なんで、うん、なんかついでに帰ったりとか しようかなみたいな。あ、呼ばれたら呼ばれたで、はい。まあ、ついでっていうか、まあ別にこのついでではないよね。京都ちょっと遠いから。まあ、京都名古屋間はちょっとあるんですけど、うん、一定期間京都いたりとか、うん、だからちょっとしたなんか1時間ぐらいの撮影のために呼び出すのもちょっと抵抗があるかもしれないですけど、うん、そうなんです。めちゃくちゃメンツの性格上めちゃくちゃ抵抗があるんですよね。僕全然いいですよ、ね、いや、めちゃくちゃ抵抗あるんですよ。結構遠慮しいなんで。なんか毎週とかってなったら対策を考えるかもしれないですけど、うん、いや、さすがに毎週ってなったらそれこそ、うん、社長と相談してなんかするかもしれないですけど、はい、別に、いや、でも別に毎週って週1とかもいいですけどね。もう、全然嫌じゃないんで。苦痛じゃない、なんか全然苦痛じゃない。全然苦痛じゃないです。あと多分ね、なんかね、僕が多分一番フットは軽いんですよね。あ、そうなんですか。家族がいる人が多いと、うん、すぐに行って帰ってみたいな難しい人とか結構いるから、うん、
全然そこは、でもまあこっちにもうちょっと近場でいたら確かに呼びやすい、呼びやすい、呼びやすい名古屋に住むしかないかな。じゃあ名古屋に住んじゃいますか。本番でもそれ逆に呼ばれへんかったわ。悲しい、何のために、何のためにやってもらうかはないな。なんか最近よく他の人の YouTube 見とるんやけど、はい、結構マネージャーさんと密な方が多いんですよね。あ、まあ、最近なんかここありますよね、そういうノリというか、うん、そうそうそう、でなんかほら桑田社長好きやなっていうかなと、桑田社長とかも結構こうやっぱマネージャーのキャラが大事みたいな感じで言っとったりとかして、あ、やっぱ近い方がいいよなって思ったりして。まあそうっすね、そうそうそう、すぐにじゃあもう明日明後日できますかって動ける人がまあ近くにおった方がやりやすいかなと思う。南のなんてもう遠い人すぎるし、ね、南の遠すぎるな。この近辺いないかな、だから遠慮なく行ってもらえると。 OK、 分かります。じゃあともう一個はちょっとめっちゃ言いづらいんですけど、今月ちょっとお金が厳しくて、個人的にお金貸してくれへんかなと思いまして、お金貸してくれへんかなと思いまして。え、メロチあんまりこう人にお金貸してほしいっていうことが言えないんですよ、はい、信頼してる人にしか、はいはい、まあそれも結構きついんです、言いづらいんですけど、うん、でやっぱ普段会える人の方がよくて言うのって、はい、で友達いないじゃないですか、ご存知、まあまあ、で友達にも言えへんし、はいはい、家族にもちょっと今月厳しいっていうのが言いづらくて、はい、生活費に回したいから、まあ、結構、はい、YouTube の方に回す余裕がないんですよね。はい、だから今月末に給料入ったらお返しするんで、ちょっと貸してもらえへんかなっていう。ああ、ちみめさんが個人的に、はい、まあ、生活費とかいろいろあってかかってて、そうちょっとかさんじゃったんですよね、塾のあれとか、そう夏期講習前もって払わなあかんとか、うん、いろいろかさんでそっちに回さなきゃじゃいけなくって、はい、YouTube の方に回しとる余裕がないけど、今月まだもうちょっと待つまであるじゃないですか。まあそうですね。そうなんですよね。あ、それで僕会社にってことですか？僕個人に。個人の方がなんかあんまり大事じゃないですよね、きっと。まあまあ勝手に2人でやりたい。そうそうそう。そんなカツカツ、結構こんなこと言ってる。結構、あ、そうなんですか。はい、じゃあいろいろお金かかってるってことですか。お金結構かかってるんですよね。あんなに稼いでるのに。あんなに稼いでるけど、結構やっぱ YouTube とかでも、まあまあまあ、爆買い爆買いとかやっとると、はいはいはい、やっぱ加算でくじゃないですか、うん、なんで貸してもらえやんかなって思いまして、あ、その僕がお貸しして、うん、でその給料が入ったら、うん、それで返してもらうみたいなことですか。はい、いくらぐらいですか。30くらい。絶妙な。30くらいあれば乗り切れるかな今月っていう。ああ、30万円。はい、なんか逆やったらまだしも、僕が借りるなら、ことの方がありえそうですけど、はい、あ、そうなんすか、はい、市民税とかもクソ高くて、はい、そういうの今月ガンガンガン来るんですよね。あ、今月中に払ってくださいみたいなのが来て、そっちにバーって回していくと、うん、ちょっと YouTube に回す余裕がないかなみたいな。あ、そういうことですか。まあ全然なんか貸そうと思ったら貸せるっていうか、まあ別に300万とかやると
300はちょっと言いづらいですね、逆に。30万とかやったら全然稼げるのは稼げますけど、うん、そうっすね。いや全然多分っていうか、まあちみおさんのこと信頼してるから別に返してもらえないとか全然思わないですけど、はい、いや全然貸す、僕貸すの全然いいんですけど、もし貸すならなんかお金のやりくりのところとかを、うん、はい、相談っていうか、そのどういう風になって、うん、そのお金がこう必要なのかみたいなのとかをちゃんと伺った上で、はい、貸した方がいいかなっていうのと、うん、やっぱ一応僕事務所の社員なんで、はい、僕が個人的に、うん、その所属タレントに対して、うんうんうん、私的にお金貸すのは、うん、なんていうんですか、倫理的にも、うん、っていうか社内のルール的にもっていうか、まあ、うん、やっちゃいけないかなっていうのはやっぱ思うんで、うん、もし、うん、お貸しするなら例えばちゃんと社長に相談して、うん、あの会社の支払いする給料を先にお支払いするとか前貸しするとか、うんうんうん、なんかそういう正規のっていうか、うん、そういうやり方を取った方がトラブルがないんじゃないかなっていうのは思いますね。やっぱり僕が例えば勝手にお金を貸したり、まあ、借りたりもそうですけど、うん、とかして後でそれが何かの形で伝わったりとかしたら、うん、すごいそれ信頼問題に関わるし、うん、あのなんかやっぱ一応もちろん長い付き合いですけど、うん、こうちゃんと契約があって、はい、この仕事のビジネス上の付き合いさせていただいている以上、ちょっと個人的にお金なんかちょっとした別に何ですかね、はい、あのゲームソフト貸すとかやったら別にいいですけどお金で、まあ、ある程度やっぱまとまった額とかってなると、はい、別になんか今ちょっと現金ないから1000円貸してとかって言うのもいいですよ、はい、そんなんやっていいですけど、はい、ちゃんとそういうまとまった額になると、うん、ちゃんと手続きを踏まないと、うんうんうん、後々なんかちょっと良くないというか、うん、揉めないと思いますけど、はい、なんかこう変なトラブルになったら嫌だなっていうのはちょっとあるんで、もし本当にお金が必要だったらあのちゃんと僕もうちょっと事情を詳しく聞いて、はい、まあ、上司とか社長に相談した上で会社のお金になるんですかね、多分からあのお貸しするとか、もちろん多分そんな利子とか、はい、そのなんか担保とかないと思うんで、それは、はい、そこはあの僕がちゃんと話して協力を取り付けるようにしようと思うんで、その方がいいんじゃないかな。じゃあ個人的には、うん、貸せやん、うん、いやそうですね、ちょっとほんまにもしほんまになんか、いやそうっすね、いや全然清水さんのこと信頼してないわけじゃないし、はい、ないんですけど、はい、個人的に貸さない、貸し借りをしない方が、うん、今後の関係的にいいんじゃないかなとは、はい、うん、思っちゃいますかね、すみません。ああ、うん、分かりました。やっぱお金の貸し借りとかは NG 派ですか？いや、まあしない方がいい、しないに越したことはないんじゃないですか。やっぱりお金って怖いじゃないですか、はい、僕らも別にこれまでもお金の貸し借りなんて一切したことないですし、はい、いやなんかそれでね変な感じになって嫌じゃないですか。はい、って思っちゃいますかね。おーっていうことでドッキリでした。よくできたマネージャーだ。出ますか。はい、撮ってました撮ってました。えそれ見てないよ。いやーよかったよこれで、よ貸しますって言ったら怒ってやろうと思ってたんすよ。ベルって全然お金の貸し借りダメ派なんで。いやそれでも言ってますよ。はい。いやー12月20日に本を出版することになりました。やられました。いやよくできたマネージャーでよかった。よかった、本当に。もういや貸しますよって2つ返事で言われたらどうしようかと思った。いや30っていうのは絶妙っす。あそうなん、あんな最初100って言おうかなと思ったんですけど、100はちょっと大きすぎると。そうっすね。で10は低すぎるし、まあちょっとキワい30くらいでいこうかなと思って。そうっすね、なんか貸そうと思ったら貸せるじゃないですか、はい、あそう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 、絶妙な金額にしています。100はね、まあ、貸せるけど悩みますよ。悩みます。いやちょっとね、無理っす。
はい、まあ、そんな感じでございました。やった、正解、大正解です。反応的には大正解です。いや、そんな、だって絶対困ってないと思うだろうと思ったんですよね。でもまあ確かに、なんか、うんうん、なんか今日も購入の企画とかやるから、はい、なんかいろいろ買わせたりとかしてたんかなみたいな。YouTube のために。はい。全然、すいません、余裕っす。お金困ってないです。あんな稼いでるから、これ。もう。はい、だからちょっと、詰められた時に理由どうしようかなと思って、めっちゃ考えながら今日来ました。いろいろシチュエーション、返ってきた回答に対してどう答えようとか。でもちょっとなんであんな稼いでんのお金ないんやろと思ったんですけど、はい、なんか聞きにそっあーなるほどね。はい、そんな感じでございます。大丈夫ですよね、別にありますよね。いや、あります、あります、全然あります、問題ないです。ならよかった、社長、はい、社長に相談しなくて。あ、いや、そうそう、相談しないでいいです、全然。わかりました。はい、ということで今回はマネージャードッキリでした。ということで、よかったらチャンネル登録と高評価やるめろ。バイバーイ。